久保さん全部やれと。あの、よくね、あの、何からやったらいいですかとか、これとどっちがいいですかみたいな質問あったりすると思うんですけど、やれるんだったら全部やった方がいいんですよ。え、そりゃそうですよね。だって収入の柱10本でも100本でもあった方が良くないですか,かやれるんだったら全部やればいいっていうね。でね、僕ね、この前、その、大悟さんをちょっとリサーチしたんですよ。そしたらね、やっぱね、大悟さんってうまいなと思ったのが、 あの全部のジャンルほとんどの悩み系あこの悩みこのジャンルで絶対あるよなってやつを全部取ってるんですよ投資だ僕そんなに DAIGO さん見てなくてで今何やってんのかなみたいな感じであそう大悟さんのなんかその大切なお知らせみたいな感じでその切り抜きをやめましたみたいななんかそれが上がってきたんですよ で切り抜きもう2月でやめますみたいな動画だったんですけど、あ、ダイゴさん久しぶりだなと思って、で、なんか、あの、ちょっと見てみたんですね。今までのあ、どういうふうにやってたのかっていうそしたらやっぱね、全部やってますね。これ多分ね、間違いなく戦略っすね。あれは。もう綺麗に色、色綺麗にその悩みのジャンル全部解答してるんで、やったなと。 だから結構な割合でやっぱ大悟さんにど何検索しても大悟に行くっていうねそれを作りたかったんじゃないかなとは思うんですけどすごいですねだ僕もあ,のありとあらゆるジャンルの動画はこれからもやっていきたいと思いますいってらっしゃい